メンズの縮毛矯正をやってみました。難易度はちょっと高めです。毛先に縮毛矯正が残っていて、根元はかなり強い癖毛になっております。はい、ガラッと質感が変わったかと思うんですが、こちらがステップ縮毛矯正のアフターになります。このような感じですね。ウェットアイロンでやる酸性縮毛矯正ではここまでの結果は今まで出すことができませんでした。はい、こちらがピンクスパイダーという新しい新薬剤を使いました。こちらは網状で高分子化させたものでですね、疑似キューティクルを作るものになります。モモンガトリートメントとオニヤンマジェルソルト、それからピンクスパイダーを最後に使ったような形になります。ピンクスパイダーは結構検証を繰り返して高分子化の検証してですね、でやっとですね形が見えてきたという形の新薬剤になります。かなり質感は変わります。